皆さん、こんにちは。4月14日、愛媛県西条市着物しおみ代表のしおみです。今日は、なんと、70回目の動画配信になります。いよいよ、ラッキーセブン、えー、70回台にね、突入しました、えー。今日はですね、4月14日なんですがこう、地元愛媛県西条市っていうところはですね、えー、1月10日の成人式が延期になりまして、 えー、いつになるかっていうのが、えー、先日決まったのが5月2日、ゴールデンウィーク中に、えー、成人式が行われるようになったんですが、実は今、市内の方でですね、えー、変異株のコロナウイルスの方が、クラスターが起こっておりましてね、えー、まだまだちょっと増え続けている状態が、えー、続いております。えー、それに伴ってですね、 C の方もですね、このまま成人式を行えるんか、町のイベント自体も行えるんかということで、も,うものすごく頭を抱えながらですね、明日15日に、えー、その発表を、最終発表をするということで、えー、今、われわれ、業界の関係者あ、一同も不安でし、新成人、の方も、まあ、非常にまあ不安に思っております。まあ 今治市、新居浜市の方はですね、もう12月の下旬に開催するということでね、発表をしております。はい。まあ、佐の方もですね、実はまあ、市長の方もかなりですね、玉井市長もかなりこう、動画配信だったりとかですね、中村知事もそうなんですが、えー、非常にまあ、わかりやすいビデオメッセージ、ライブ配信というのをしていただいておりまして、おそらくですね、市の流れから言うと、 まあ、やっぱりそういう新しい成人式の開催方法ということも一つ視野に入れられているみたいなんで、えー、もしかすると、まあ、えー、オンラインを使ったような開催方式を取るのではないんかなっていうのも、えー、感じております。はい、えー。何よりですね、やっぱり新成人の皆様がですね、あ、やっぱりこう成人式良かったなと、えー、思っていただけるような、えーまあ、イベントセレモニーがですね、まあ行われることを 切に節に尽の、えー、願っておりますので、えー、私自身もですね、できることはね、いろんな協力はしていきたいと思います。また、えー、市内の、えー、商工団体といいますかね、えー、まあ団体さんでも一部あのそういう成人式の方へのまあメッセージ的なセレモニーができたらいいんじゃないかというような話も、えー、聞きますので、そういうところもですね、あの協力しながら。 えー、街全体でね、えぇ、ー、最上はあんな成人式したんだよっていうことを、発信をしていけたらいいなと、えー、思っております。はい。今日はですね、いっぱい喋りたいことがあるんですが、じゃあ今日からですね、3月、4月と卒業式、入学式とずっと手続きがありまして、もうたくさんの方に着物を着ていただきました。 えー、着物の人多かったよってね、いっぱい声かけていただきましてね、あ、本当に嬉しいなと。また来年度に向けては、さらに着物を着ていただく方を多くするために、えー、また一工夫していきたいなと思っておりますので、えー、ぜひですね、えー、入学式、卒業式、着物で、えー、出ていただきたいと思います。そのためにですね、えー、今日から今日14日ですが、19日までですね、着物のお手入れキャンペーン丸洗いフェアというのをね、 特別に開催いたします、はい、でこれで、えー、着物を着たのをそのままタンスにしまうのではなくて、えー、専門店さん、呉服屋さんまたクリーニング店に、えー、必ず、ね、こう着物を持って行っていただいて、えー、次着る時に綺麗な状態で着れるように、ね、今汚れてないなと思うとやっぱファンデーションの汚れだったりとかですねもうちょっとこう緊張して手脂みたいなのがつくんですねでそれが時間経つと変色してくるんですよ でそうなってからではやっぱり後からお手入れ代とか染み抜き代色合わせ色掛け代っていうのが高くなりますのでえ来たら必ずお手入れするでまたあのー、お付き合いされるところによっても違うとは思うんですがやっぱりこう溶剤いい溶剤悪い溶剤じゃないんですけどまあ高い溶剤がいいっていうわけではないんですがやっぱりそれなりの金額のものを使ってお手入れをしないとですね やっぱりこう汗とかですね、その汚れっていうのも取りにくいですし、中性とね、油性と、水性とあるんですけどね、えー、その辺のバランスを考えられた、えー、やっぱり溶剤である程度着物自体が高いものですから、えー、しっかりとね、お手入れの方もさせていただきたいと思っております。はい。で、まあ今もね、こう丸洗いしてるんですけどね、うちの方もあの、パールトン加工という加工をお勧めしてさせていただいております。で 塩味で着物を買われた場合はですね、ほぼほぼパールトン加工っていうのを皆さんにお願いしておりまして、えー、いやいや、そういう加工はいいですよって言われるんですが、やっぱり汚れるリスクだったりとか、汚れがついても取れるリ,リスクっていうのがもう随分変わってきますね。第何回かなあの、パールトン加工について結構早い段階、10回ぐらいかもしれないですね。あのー、実験をしたんですが、 えー、その時はですね、かわいい着物に醤油をかけるなんて、はちゃめちゃなことをしちゃったんですけど、今日は、まあまあ、あの、どのぐらい効果あるかというところを見ていただきたいんで、これ、水です。普通の水。<laughs> 飲もうとしたけど、飲んでもええよね。はい。普通の水なんですけど、で、最初の美味しい水。 内抜きの水ですで、あのー、もう私も,もう暑いしもうやっぱお客様もお勧めするのにもうひそえの着物を今もうね着ておりますこれはもう藤井絞りさんのね着物なんですけどこれも、まあ、これは着100%じゃないんですけどこれにはパールトン加工をかけておりますでパールトン加工をかけるとどういうことが起こるかというとですねはい雨降りましたで汚れが降ってきましたってこうな次にはい こんな感じです、はい、でちょっと絹に比べると少し撥水効力っていうのが減るんですがでももうこれで1回拭くともうほぼ綺れですあとはもう手のぬくもりぐらいでなくなりますはいこれもうどこでやってもあ長地盤はい長地盤もバルトン加工してますはいこれは絹です この辺でやろうか。竜竜です、竜。はい。はい、ほらほら。ほらほらほら。おー、これ昨日、ほら。昨日すごいですね。本当は,はい、昨日すごいですね。ほらほら。ほら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 。おーらららららら。<laughs> ほらね。ほら。すごいでしょ <laughs> 気持ちいい。<laughs> 気持ちいいこれだけ弾いてくれるとね、いいですね。向かい向ける <laughs> ほらほらほら、ほらほら、これほらほらほら、ほらこんだけ、こんだけ弾いてます、これ。はい。ということで、汚れが天から降ってきても、地から上がってきても、えー、ドロドロ。ああ、跳ね上がりの。うん、跳ね上がりの。で、水溜まりとかね、そういうのも非常に気をつけていただきたいんですが、パールトン加工をすると、安心安全です。 で、もうドルとかついても、もうカピカピになって着物ってすごいことになりますから、本当泥ドル染めになっちゃいます。えー、それを直すのに市場にお金かかりますんで、このパルトン加工をしとくとですね、たった1万5千6千円です。たったって言い方は悪いんですけど、でも、それで汚れを予防できるってなったら、今ので下、ドバーッと水溜まりに、えー、ドルがついたところに入ってしまって、ああ、汚れた、縮んだ、直すってなったら、染み抜きして、 で、生地ね、生地伸ばして、生地を痛めながらですね、それをやって5万円、6万円ってね、もしかしたらかかるかもしれません。で、そういうリスクを考えると、もう先にね、真っ先にパールトン加工をする。で、また白い着物とかでも本当に汚れはね、えー、パールトン加工をかけとくだけでね、もう全然応変するリスク、カビが生えるリスクっていうのが回避されますので、えー、ぜひね、パールトン加工をしてください。はい、どうぞ。はい、今ですね、パールトン加工がどのぐらい持つかっていう、 ご意見をいたた。だきましたパールトン加工っていうのをですね一度かけるとその効力っていうのはもうずーっと持つと思ってくださいただですね何回も着用しているとだんだんその効力っていうのは自然と弱まってきます時間例えば弱まってくるんですが着物のお手入れを預かりさせていただくとそのたんびにねまたパールトンをまあ上から再加工じゃないんですけど弱ってるところ、まあ、例えば膝の上とかですねお尻とかですね、まあ、するやすい場所 っていうところはもう一度あの強化してかけてくださってますのであの一番いいのは着物を着てお手入れ出すっていうことがあっ通なてうんあのー、一番ですはいということで、ね、一度かけてしまえばあとはもうほとんどお金かからないんで是非、えー、パールトン加工をしていただきたいと思います、えーうん あとですね、ちょうどもうこの時期来ると、タンス、まだ着物着た後ですね、タンスの中で着物を片付けると思うんですねで。その時に気をつけていただくというか、ポイントとしてですね、これ着物の友っていうものがあるんですね、えー。どういうものかと言いますとですね、この中にですね、着物の多項式のサイズの尻かげるがね、こう入ってます。こういうものですね。はい、これをタンスの引き出しの一番下に、えー、敷いていただく。で その上に着物の文庫をね、こう重ねて引き出しを締めていただくという感じなんですけど、まあ、できるだけですね、これ下の段階、各引き出し全部ね、入れていただくと一番効果は発揮するんですが、まあ、せめて下3段とかですね、えー、ぐらいはこれを入れていただくと湿気っていうのは下から上がってきますので、えー、下からね、予防をしていってください。はい。 これがまあ1シート1000円と消費税になっております。はい。で、あとですね、えぇ、ー、シオミオリジナルでですね、ドライシートというのを作っております。えー、ちょっとこう着物の形をした、えー、シートなんですけど、これをですね、タンスの中に入れていただく。タンスの中に入れていただくと、まい、あ、大体1メートル四方ぐらいですね、 の範囲の水蒸気、湿気を、えー、コントロールしてくれますので、1個で, 1>, 1個で。そうです。これ2個入ってます。で、炭素そんなに出かないよって言ったら、まあ裏技なんですけど、買いに来られた方にお召しします。2今は言わない。ない <laughs> で、あとですね、あの、着物のハンガーなんですが、着物着たらね、必ず1日はね、こうハンガーで干してほしいんですよ。で あの、まあ、身長もいろいろなんですが、まあ、できるだけですね、こう、長尺になった、このハンガーで、ここがしっかりしたもの。ここ。もう結構な、こバキッと折れるのはあるんですよ。で、非常に残念なのと、あと、これがですね、うちが扱ってるのは、この長尺タイプの分っていうのが、長いんですね。で、これの、まあ、例えばこう、短いものだと、 着物をかけたら、この先でポキッと折れちゃうんですよ、こうやって。見えますかねうん、こうやって折れちゃうんで、やっぱこう先まであって、こう、ちゃんと伸びるものを使っていただきたい。だから、この袖のところがしっかりと伸びますので、はい。で、やっぱこう着物自体にも重さがあるんで、それでだんだん伸びて、シワが伸びる、伸びてくれるんですね。で、その次は、ここの端っこのところが、 こ,うなんていうこれをボコってなってるやつがあるんですよ。うん。そういうなんかフックみたいにな痕っ,っていいんですけど、手の中に必要になると、これがまたこの上にこう引っかかって、この、なんていうんですか、こう、イボってなるんですよ。こうイボって。ね。うん。だからできるだけここがフラットなものの方がいいです。まあこれぐらいだったら全然大丈夫です。はい。それがね、あの、結構こう、ハンガーを選ぶ、あの、ポイントの一つで、あとこれはもうここに帯がかけれるようになってます。 うん、これがないやつは、やっぱ帯がかけれないんで大変なんですけど、えー、こういうハンガーをね、えー、おすすめしておりますで。ちょうどゴールデンウィークに入ると、えー、浴衣の新作発表展を、えー、続けてさせていただくのと、振袖の新作発表をね、えー、やっていくんですが、ちょっとね、今もう上がってきた浴衣を少しご紹介すると、 こう、絞りのね、浴衣。これ、絹田屋さんのね、浴、え、衣、ー、なんですが、えー、こういうのがね、あ、あ、朝顔。そうこれさ、一人じゃ広げて。<laughs> <laughs> こういう。はい。とかですね、あの、今のその新素材じゃないんですけど、あの、麺じゃない、 ちょっとポリエステルのドライシャツとかにも使われてるような素材の,あの結構サラッとした生地の浴衣。こそう。ほこ,こういうのもちょっとサラッとしたね、感じのものをどんどん上がってきております。で、まあちょっと遊び心のあるようなもので言うと、 アブレラ,ーアレラーはい傘で何でそんな外人ファミティーキャッキーキャッキーキャッキ昨日,日 YouTube 見すぎてね夜、うん、出れんかったんやけど、うん、外人さんがなんかバイクに乗りながら <laughs> 日本国内をずっと紹介するやつみ見て「うん、これアンネージ!」<laughs> <laughs> ずっと 映った。<laughs> 面白かったけどね。でも最近あれやっぱドライブレコーダーって怖いですね。なんか何でもやっぱ映ってるじゃないですか？うんでもう,もう警察車両の動画ももうこの12年っていう方はおかしいかもしれんですけど、めちゃくちゃ出てるからもうどっちもどっちじゃないですけど難しいね。 これも男女兼用ですねこうビンチョ長タのね生地、えー、にこれ藤井絞りさん白く写る立てるどう被写体があったらもっとこう綺麗に写る、ね、モデルがいい白いタップしてみたら あ実物の色に近づきましたがあ、こんぐらいはい、これぐらいだそうです。これぐらいが実物の色。ちょっとまあ、色、照明の関係でね、色がね、白く映ったりとかしますので、今ちょっと画像の方でね、調整をいたしました。朝顔も、ちょっとこういう、これ黒地にブルーの朝顔なんですけど、まあ、これも色違いとかね、何色か準備をさせてもらって、ちょっとこう大胆な、 こんだやげんべいさんのね、浴衣になります。こういうのに、まあ、どっちからかというと、こう、朝の帯みたいなのを、こう、シュッとこうね、締めていただいたり、なんか、こんな帯を締めていただいたり、 っていうので、まあちょっとバリエーションをね、もう浴衣ってね、もうどん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 ね、こう派手にしていったらいいと思うんですけどね。派手にいきましょう。ほんで男の人の帯なんかも、私も結構もう面白い帯を占めてるんですけど、まあこれにも合うね、これ。こんな感じのね、帯なんかも、男の人には面白い帯はたくさんあります。 女性もこれ、女性も。あ、あ、こういうの?。こういうのある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 。ある、いっぱいありますよ。はい。はい、それ見に来てくだたい。<laughs> 来られない方だけお見せします。<laughs> これも、ちょっと、あの、絞りのね。感じになった。感じというか、絞りの、あの。<笑><笑>じゃ、お客さんが出会いでしょって <laughs>、意識が取られながら <laughs>。はい。 で、まあ、これはちょっと可愛い系のね。はい。帯なんかも置いております。はい。そうですね。で、やっぱこう小物とかも、このバッグとかも、やっぱ色が可愛いから、やっぱこう楽しいですよね。もう下駄とかも今だったら、あの、こう、好きな台と、これをちょっとね、 こうやね。<laughs> う,やねうん。こんな感じで、まあ、ちょっと面白くあつらえて作ったりすることもできますんで。柄増えたよね。柄増えた。でも、やっぱこう、ちょっと足元はね、もう派手にしてください。はい。もうどん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 派手にしていただいても大丈夫だと思います。私は、はい。はい、<laughs> 元気な、 元気さを売りにしております。と <laughs>、はい、いうことで、第70回目はですね、やっぱり着物を大事にしていただきたいですね。大事にするっていうことは、やっぱりお手入れをしっかりとしていただきたいんですね。で、もう本当にもう近くの呉服屋さんとか、えー、行きにくいかもしれないですけど、どんどん行っていただいて、えー、着物のお手入れ、えー、着物を着たら必ずお手入れをおしていただく。 えー、もう分からんかったらね是非もう塩見の方にお問い合わせ頂い,いてもいいですし、えー、先日もですね関東の方に引っ越されたお客様が、えー、着物を手入れ出したいんやけど何軒かねごくえさん行ってみたけどなかなかこう思うところとお出会いがな出会えなかったということで、えー、そちらに送ってもいいですかということで、えー、宅急便でねあの商品の方を 送ってく本当にまああのー、ちょっと場所が変わってしまえば今便利なサービスがねあのたくさんありますので、えー、どういう状態になってもねやっぱりあのうちの便利さを用味の便利さをね感じていただいたらやっぱり遠くに行かれてもご連絡いただいておりますので、はいまあ、一番、まあ、近くにねそういうお店があるのが一番だとは思うんですが もしなければね、あの、もちろん協力の方もさせていただきますし、いろんなアドバイスの方をさせていただきますので、えー、ぜひね、何よりもやっぱり一番は着物を着ていただく。えー、その次にね、やっぱお手入れをしっかりとする。で、そうすると次着る時に手間がかかりませんので、で、またちょっと小物をアレンジ変えてみるとかですね、ゆとりがあればそういうこともしていっていただきたいと思います。今日はね、ちょっとカメラというか、こことの通信がまた、 切れたようでね。えー、また、問題勃発。ついに、今度は70回目にして、これ何回目です ?30 回なんかね、途中で、障害が入ってきだしたんですけど、ついにまた、障害が現れ出したかという、幸せ。100回は必ずやりますからね。はい。ではまたね、あのー、次回の配信を、えー、楽しみにしてください。ありがとうございます。